Hey everyone, it's Hika, your English coach! 皆さんこんにちは。BizMates の英語コーチのヒカです。今回は英語でありがとうを伝える5つの表現というテーマでお送りします。皆さん、英語でありがとうと伝えたいとき何て言いますか？よく Thank you を使うと思います。日本語でも Thank you と言ったりするので、カジュアルの表現というイメージがあると思います。だからビジネスシーンで Thank you を使ったりすると失礼じゃないかなと思うかもしれないけど、実は Thank you はフォーマルの表現なんです。カジュアルに表現すると Thanks と言います。このように英語にもカジュアル、ちょっとフォーマル、フォーマルのように様々な度合いがあります。どれくらいフォーマルなのかは話す方法やフレーズによって変わるんです。つまりビジネスシーンで普段使うありがとうございますでも、英語ではあなたがどう言うのかによってフォーマルさが変わるということです。また例えば大口の取引先にミスをして先輩がフォローして助けてくれた時、言葉にできないほど嬉しいけど、もしあなたが Thank you しか知らないとちゃんとその気持ちを伝えられないでしょう。せっかくビジネス英語を使う機会があるなら、シーンごとに適切な感謝の言葉を使い分けたくないですか？そこで今回は5段階のありがとうを伝える英語表現と、より感謝を伝えられる表現をご紹介します。もしあなたが英語で感謝の言葉をフォーマルに伝えたい、 Thank you 以外の表現を使って感謝の気持ちをちゃんと伝えたい、そう思うんであれば、今回の動画はとても役に立つと思います。ぜひ最後まで見てみてください。まずはありがとう5段階のレベル、カジュアルからフォーマルの表現を紹介したいと思います。第1ですね。第1の表現は Cheers です。これも本当に一番カジュアルの言い方なんですけども、例えばですよ、まあ同僚がですね、コーヒーここに置いとくからねとか言った時に、分かったありがとうみたいな、理解したって感じですよね。ありがとうって言うより、あ、分かったみたいな感じなんですけど、そういう時に使います。 Cheers! I've put your coffee on the table here. Oh, Cheers! もうこんな感じです。これはね、上司にはちょっと使いづらいですね。仲良くてもあんまり使わない方がいいです。ちょっと too casual かもしれないです。2つ目の表現は Thanks a lot。 これもまだカジュアルです。これは実際に何かやってくれた時ですね。 Cheers よりは硬いけど、まだフレンドリーな表現になります。仲良し上司にはまあ使っても構わないです。3つ目は Thank you so much、 もしかして Thank you very much、 それかもう Thank you、 これ3つとも大体同じなんですけども、結構これはねフォーマル寄りになります。一旦これカジュアルかなって思う方もいるかもしれないですけども、これは実は結構フォーマル寄りになります。カジュアルと思うけども、フォーマルっていうのを頭に入れておいてください。で、4つ目はですね、 I greatly appreciate your help なんですけども、これはよりフォーマルの表現になります。 appreciate はまあちょっと馴染みがない言い回しで難しいですよね。このような難しそうな単語を使うということは、わざとフレンドリーさをなくしてるんです。その代わりプロフェッショナルさを示してるんですね。だから硬くてフォーマルな表現になります。だいたい知らない人、まあ距離感がある人と使う表現になります。逆に仲がいいお客さんとか仲がいい同僚と使うと、まあなんでカッコつけてんだこいつとかって思われる可能性がありますので、そこはちょっと気をつけて使ってみてください。5つ目は We'd like to offer our warmest gratitude。 最強のフォーマルの表現になります。これはですね、 We から入ってるんですけど、 I ではなくて、会社としてとか家族代表として感謝の気持ちを申し上げますと伝えたい時に使います。今日紹介した表現の中ではあまり使わないかもしれないんですけども、分かっておけばまあ大丈夫です。一方、本当に困った時に、まあ、助けてくれた時にですよね、めちゃくちゃありがとうってね、伝えたい時に、そこでですね、Thank you しか言えなかったら、ちょっとダメですよね。まあ、その場合は、ちょっと違う表現を用意しております。それを紹介したいと思います。それがですね、I don't know what to say, thank you. なんて言っていいかわからない。言葉が出ないということですよね。I don't know what to say, thank you. 気持ち入れて入れてくださいね、これも。次。I can't believe you did this. You shouldn't have.But thank you so much. これも伝わってきますよね。 I can't believe you did this ですよ。信じられないですよ。こんなことやってくれたの信じられないです。伝わるわ。これはね、ありがたみ伝わります。次。 What would I do without
without you. You're wonderful. いやー、これもいいですね。あなたがいなければ私はどうなるんだみたいな。What would I do without you? You're wonderful. あー、言われたいっすね。Wonderful. そして最後。You are the best. いやー、いいですね。もうあなた最高。こんな感じです。こういうのも覚えておきましょう。ただ、ちょっとしたな、例えばコーヒー缶、ここ置いとくよねって言った時に、You're the best! とかって言うと、ちょっとふざけてんのってなりますから、そこはね、ちゃんと本当にお礼したい時に使う表現になります。それを覚えておいてください。では、この4つの表現はですね、もう本当に感謝してる時に伝えます。別にね、区別はないです。本当に感謝を示したい時ですね、はもうどれでもいいから使ってください。重要なのは気持ちをちゃんと盛り込んで言うことです。結論に入りますけども、文章も大事だけど、より大事なのは場面によって伝える気持ちと話すニュアンスですね。トーンです。日本語も一緒ですよね。気持ちっていうのは声の音声とかで分かりますよね。パッションが伝わってきますよね。そこも日本語も英語も同じなんですけども、それがコミュニケーションです。なので、今日学んだフレーズをですね、覚えて使い分けて使ってみてください。それでは今日の動画を復習したいと思います。復習の前にですね、お知らせです。ビズメイツの公式 LINE ではビジネス英語を勉強したい人に向けたコンテンツを配信しています。登録したらビジネスで使えるフレーズブックをゲットできます。限定の無料講座もやっていく予定です。もっと英語力を高めたい方はぜひ下の概要欄から登録をお願いします。そしてこのチャンネルではビジネス英語を伸ばしたい方に向けた動画をお送りします。お役に立てる動画を配信できるように頑張りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。それでは今日の動画を復習しましょう。今回は英語でありがとうを伝える5つの表現というテーマでお送りしました。最初は5段階のありがとうを紹介しました。キャジュアルからフォーマルですね。Cheers ですね。Thanks a lot. Thank you so much. ちょっとフォーマルになってきますね。I greatly appreciate your help. We'd like to offer our warmest gratitude. これはかなりフォーマルですね。そして本当にありがたみを伝えたい時にですね、すごく助けてもらった時にそこの気持ちを含めて伝える時の表現ですね、いくつか紹介しました。 I don't know what to say. Thank you. とか I can't believe you did this. You shouldn't have. But thank you so much. あとは What would I do without you? You're wonderful. そして最後に You are the best. そして結論は文章も大事なんですけども、それより大事なのは気持ちですね、伝える気持ち、そして話すニュアンス、このトーンのとこです。これは英語も日本語も同じっていうことで、その気持ちっていうのは絶対忘れないでください。こういう表現を覚えて使ってみてください。今回の動画はいかがでしたか？ありがとうっていうのも本当にいろんな言い方がありますから、わからないですよね。今回の動画で場面によって使い分けれたらいいと思いますので、ぜひやってみてください。これからもいろんな動画作っていきますので、皆さんぜひまた見てください。また会いましょう。See you next time!